は下地美桜です。今日もパカライブ TV から目を離さないでよね。ゆうこぴーよろしくお願いします。あいこぴー、はい、こぴー。星谷さんと私徳井も出走しちゃいます。星谷さんどうですか？いやドキドキですね、うん、なんか私ナンバリングイベント両日出走っていうのは初めてなので頑張ろうって思いました。頑張ります。お願いします。私も両日だ。両日頑張ろうって思いました。今ヘイ特訓中なので皆さん、うん、応援よろしくお願いいたします。頑張ってください。ファイト。星谷さん自信はどうですか？いや結構あります、でも黄色1個しかなかったよなっていう不安。マジすごい。じゃあもうピンポイントで覚えられた感じですね。多分合ってるはずかな。いやちょっとわかんないな、色まで覚えられない。星谷さんこれも早い。合ってるかはわかんないんですけど、うん、この問題、どうだろう、この問題強いんじゃない？でも確実に1人は、うん、そうね、2人はいたかも。わかんないな。もう正解はこちらです。ひらめきでさすがですね。記憶力めっちゃある。ということで今正解者1名でした。さあじゃあ2人でやるのでどっちからやるかちょっと決めてもらってもいいですか？はい、なんかじゃんけんしようかなって思ったんですけど、今マヤはノリに乗ってるから怖い。私はそれにテレオンちゃん、いやもう私はもう強き者に従う。マヤにテレオンちゃんってもらおうかな。マヤがね、じゃあノリに乗ってますか。谷さんからチャレンジですね。いますね。すごい。でもハンマーどうですか？どんな感じですか？めっちゃ重いです。うわ武器ですこれ。完全に極みハンマーですね。きらびやかな強いようなハンマーです。どの辺狙いますか？黄色のこのしましまの屋根を狙おうと思います。中のところ。いい感じだ。ちなみに一番てっぺんの人参とか崩れてしまったらもうそこで試合終了になってしまいますので、お気をつけください。一発勝負いいのよ。ターンを回せるように頑張りますわ。頑張ろう。それではやっていきましょう。ウマ娘だるま落としスタート。ちょっとずつ、かかり気味だったかですかね。ということで、獲得はゼロでーす。本当にすみませんか。